NHK 涌田真由子アナが出産から1年足らずでニュース7のメインキャスターにスピード復帰しました。当面は月曜から木曜まで週4日の時短勤務、特別待遇とも受け止められそうですが、関係者は一つは単純に能力が高いから、ニュースを正確に読む能力はず抜けている、もう一つは多様な働き方のできる職場という世間へのアピールと話します。デイリー新潮では、同じく春の移動でニュース9メインキャスターになった林田理沙アナの人気ぶりから、ストーカー事件の影響まで NHK 春の人事異動を深掘りします。